今回の動画ですが、えー、いつもね、こう、ここ旗ヶ谷でレッスンしてて、聞かれる質問ね、その中の一つに答えていきたいと思います。えー、今回は、その、体重移動、そして腕の振り方、これについて、えー、少しご案内していきたいと思います。まあ、あの、よく言われるのが、 下半身リード手とか、え、肩を回してとか、いろいろ言われるんですが、これはあの他のスポーツと一緒で、やはり、個人的には手の動き、上体の動き、そして下半身の動きって、そういうふうに形でね、覚えていくのが、えー、一番理想的に覚えられて、早く体の使い方が覚えられるというふうに思います。で、なぜこう手から行くかっていうとね、やはりあのフェースの 管理ですね。ベースがしっかりボールに当てれるという、そこをね、しっかり覚えていきながら、えー、体の使い方、そして下半身の使い方、そういう形で覚えていければというふうに思ってるんですけども、大事なこととして、腕の動き、まあ状態と腕の動きですね。この動きに対して体重移動ですね。体重移動っていうのを必ずしなきゃいけないんで、その体重移動もし、もしくはこう、体重をね、ボールにぶつける効率のいい方法、 これをね、体で覚えていきたいというふうに思います。で、それの中の、えー、覚えやすいというかね、わかりやすい一つの方法として、ボールを投げるというね、動作。これをね、えー、皆さんにお伝えしているんですけども、ということで、ちょっと、ボールをね、投げてみたいと思います。ね、ボール。ゴルフボールですね。これをね、ちょっとね、投げてみましょう。 私もともと野球部出身なので、投げ方はわかんないですけど、こういう形ですね。で、この投げるときにですね、大事なのは腕の振り、そして体重移動。この体が行く体重移動と腕の振りのバランスですね。これ、ここね、少し、えー、よく見ていただければと思います。こういう形ですね。この体重移動を、 するときにボールがここではないですね。体重移動がしてから、ここではないです。よくあるのは、体重移動してからね、で投げる人いますよね。これちょっとおかしいっていうのはよくわかると思います。ですから、この、体重移動をね、するのと腕のタイミング、これをね、大事にしていきたいんですね。そして、これの、ここからゴルフの動き、っていうと、上投げ、下投げ、ね、ゴルフは下の方に、 体を動かしますからこの,分かり方この動きのね分かりやすさとしてはソフトボールですねこれね私最近上野選手元日本代表の上野選手この投げ方をねちょっと研究しながら、えー、どういうふうにゴルフに生かすかっていうのをちょっと考えていますチェックポイントとしては体重移動ですね踏み込んだ時の体重移動ここから左の 足に体重が乗った時にね、手の位置ですね。ここですね。はい。この位置ですね。そして、フォローにかけての左腰の動き。これがすごく重要ですよね。ここら辺を踏まえてショットしていくといいと思います。あの、ソフトボールの投い方ちょっとやってみますね。ここからサインを見て、振りかぶります。そして、 これ、振りかぶって、体重が前に行くときに、同時に、一回前に反動をつけるね。反動をつけて、ステップを踏んだときに、腰の位置で、ボールを投げる。リリースですね。ですから、ゴルフで言ったら、極端に言うと、ステップを踏んで、ステップを踏むときに、体がね、あれが腕がね、腕がここまで降りてきて、打つと。これが、 体重移動したときに上に残ってると詰まってしまうので振り切れない。そして体重にうまく乗らないのでね。あの、最近のね、u s g a の選手とかでは当然トップの位置、高いトップの位置から腕を残して腰だけ切ってきて、そしてよく言われる地面反力ですね。地面からの力を利用してこうやって打つ人もいますが、これは それだけの筋力と練習量が必要です。ですから、もう少しね、こう、一般の人たちがすぐにできる形として、今のこのソフトボールのね、ボールを投げると同時に、この動きをね、ですからこう、こうですよね、この向こうにボールを投げたいとしたら、この動き、これをね、少しね、かん、こう、 頭の中で想像しながら、イメージしながら、運動を繰り返してみる。それはね、大事だと思います、はい。この大きなボール。これがね、あるとね、本当は分かりやすいんですよね。このボールを目標高に投げる。その時に、体重移動と腕のタイミング。これね、意識しながら、こういうね、練習も、 いいと思います。まあ、あの、アウトドアのね、一球いくらっていう練習場ではね、なかなかボールをね、投げてしまうっていうのはね、できないと思うんで、こういうね、インドアとか、まあ、打ち放題とかね、そういう時にちょっとね、動きの形として、タイミングとしてちょっとね、やってみてはいかがでしょうか。えー、もちろん、ここ旗がやで来ていただければ、そういった 方法とかね、他にもね、いろいろ練習方法があるので、そちらもご案内しながら、え、レッスンしていきたいと思ってますね。よろしくお願いします。それでは皆さん、また見てください。バイバイ。